ザ・スタイナー・ブラザーズは、兄、リック・スタイナーと、弟、スコット・スタイナーの兄弟によるプロレスのタッグチームである。ザ・スタイナーズの略称でも呼称される。共に、ミシガン大学のレスリング選手であったことから、アマレススタイルのショルダータイツとスタジアムジャンパーを、コスチュームに、アスリート系のベビーフェイスとして、WCW や WWF で活躍。 WCW 時代に新日本プロレスのビッグマッチにもたびたび来日し、IWGP タッグ王座にも輝いている。1989年5月、前年末に、テッド・ターナーのジム・クロケット・プロモーションズ買収により、発足した WCW において、当時マイクロ・トンドケビン・サリバンのバーシティ・クラブと構想中だった、リック・スタイナーのパートナーとして、 スコット・スタイナーが参戦。7月23日のグレート・アメリカン・バッシュ89にて、バーシティ・クラブを下し、本格的なタッグチームとして指導する。同年11月1日には、ジョージア州アトランタにて、マイケル・ヘイズジミー・ガービンのファビュラス・フリーバーズを破り、WCW の管理下に置かれていた、ミッド・アトランティック版、NWA 世界タッグ王座を獲得。 同王座は、翌1990年5月19日に、ブッチリードロンシモンズのドゥームに奪われるも、1991年2月18日に、再びフリーバーズを破り、後継タイトルとして新設された、WCW 世界タッグ王座を獲得している。日本には1991年3月21日、新日本プロレスの東京ドーム大会に来日し、 長谷ひろし&、ささきけんから、IWGP タッグ王座をダッシュ。以降も新日本プロレスへの参戦を続け、1992年6月26日には、日本武道館にて、ビッグバンベーダークラッシャーバンバン、ビガロを破り、同王座に返り咲いている。WCW では、スティングレックスルガー、アーン・アンダーソン&、ラリーズ・ビスコなどのチームを相手に、 世界タッグ王座の防衛戦を行ったが、1992年7月5日、テリー・ゴディスティーブ・ウィリアムスに敗れて、タイトルを失い、同年に、WCW を離脱。1993年1月より、WWF に登場。1月24日のロイヤル・ランブル93では、ボーブレイクのビバリー・ブラザーズ、4月4日の、レッスルマニア9では、 サムファトゥのヘッドシュリンカーズから勝利を収め、6月14日には、オハイオ州、コロンバスにて、テッドデビアス &IRS の、マネーインコーポレーテッドから、WWF 世界タッグ王座を奪取。翌々日に奪還されるも3日後には奪い返し、9月13日に、ジャックピエールのザケベッカーズに明け渡すまで、退還した。 翌年1月11日のサウスカロライナ州フローレンスでの TV ショーではブレッドハートオーエンハートとの兄弟タッグ対決も行われている。1994年4月に WWF を離れると同年は新日本プロレスを主戦場にヘルレーザーズが保持していた IWGP タッグ王座に再三挑戦。 翌1995年は、イカップリングウィズに参戦し、ダッドリーダッドリーバンパイアオリアー、クリス・ベノワニ・コールドスコーピオ、レーベンスティービー・リーチャーズなどと対戦した。ヒールターン後のスコット・スタイナー1996年3月より、WCW に復帰し、ロードオリアーズやナスティ・ボーイズとの対戦を経て、7月24日にハーレム・ヒートを破り、 WCW 世界タッグ王座への久々の大会にを果たす。その後は、同王座をめぐり、ヌオーの中心メンバーだったケビン・ナッシュスコット・ホールのアウトサイダーズと構想を展開するが、1998年2月に、スコットがヒールターンして、ヌオーに加入したことにより、スタイナーブラザーズは解散。以降、スコットは、ビッグ・ポッパ・ポンプを名乗る。 筋肉派ヒールに変身、リックとの兄弟構想を繰り広げた。その後、リックもヒールに転向して、2000年8月7日のマンデーナイトロにて、スタイナーブラザーズがヒールバージョンで復活、スティングナッシュと対戦した。以後、スコットは WCW 世界ヘビー級王者、リックは US ヘビー級王者となり、2001年には、 リック・フレアー率いるユニットザマグニフィセントセブンに揃って加入したが、同年3月に WCW は崩壊した。2002年5月2日、新日本プロレスの東京ドーム大会でチームを再結成し、佐々木健介棚橋博史に勝利。7月19日には、札幌にて、蝶野正弘天山弘吉の IWGP タッグ王座に挑戦した。 以降は、インディー団体にて、単発的に、再結成を行い、2006年には、バージニア州の TNT プロレスリングにて、イートデニス・コンドリーの第2期ミッドナイト・エクスプレスや、ニューエージ・アウト・ローズと対戦。2007年は、ティエネに参戦し、チーム 3D や、ラテン・アメリカン・エクスチェンジと構想した。2008年1月4日には、新日本プロレスの、 東京ドーム大会に6年ぶりに参戦、ジャイアントバーナードトラビストムこの IWGP タッグ王座に挑戦している。2010年代も活動を続け、2013年5月31日には、イギリスプレストンの PCW にてタッグ王座を獲得。2014年11月29日には、 ノースカロライナ州ウィンストンセイラムにて行われた、リユニオンイベントレシルケード2014にて、ロックンロールエクスプレス、フェイシズ・オブ・フィアー、トム・プリチャードジョージ・サウスとのフェイタル・ヨンウェイタッグマッチを制した。ありがとうございます。